ジョシュア・ウィリアム・リンドブロムは、アメリカ合衆国インディアナ州、ティピカヌー郡ラファエット出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のミルウォーキーブルワーズ参加所属。2005年の MLB ドラフト3巡目で、ヒューストン・アストロズから指名されたが、契約せずに、テネシー大学へ進学。2007年からは、バドゥー大学でプレーした。 2008年の MLB ドラフト2巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名され、6月20日に契約。契約後、参加の A 級、グレートレイクスルーンズで、プロデビュー。8試合に先発登板して、防御率1.86と高騰したため、8月に A 級ジャクソンビルサンズへ昇格。A 級ジャクソンビルでは1試合に登板した。2009年は、 AQ チャタヌーがルックアウスで14試合に登板して3勝5敗、防御率4.7146奪三振の成績を残した。7月にトリプル AQ アルバカーキアイソトープスへ昇格。ここでは20試合に登板して3勝0敗1セーブ、防御率2.54、36奪三振を記録した。2010年は、 トリプル A 級アルバカーキで40試合に登板して3勝2敗、防御率6.5484脱三振を記録した。2011年は A 級チャタヌーガで開幕を迎えた。5月29日にケンリー・ジャンセンが故障者リスト入りしたため、ドジャースとメジャー契約を結び、6月1日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。 3点ビハインドの7回表から登板し、2アンダム失点に抑えた。昇格後はリリーフとして8試合に登板したが、6月18日に、ジャンセンが再び故障者リストから復帰したため、A 級チャタヌーガへ降格した。7月29日にメジャーへ再昇格。リリーフに定着したが、8月24日に故障者リスト入りしていたジャンセンが復帰したため、 a 級チャタヌーガへ降格した。8月31日にマットガリアーが育休リスト入りしたため再昇格した。この年メジャーでは27試合に登板して1勝0。敗、防御率2.73。28奪三振を記録した。2012年は開幕からリリーフとして定着し、48試合に登板。2勝2敗、防御率3.02。 43奪三振を記録した。2012年7月31日に、シェーン・ビクトリーのとの1対2のトレードで、イーサン・マーティンと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。移籍後は26試合に登板して1勝3敗1、セーブ、防御率4.63、奪三振を記録した。2球団合計では74試合に登板して3勝5敗1、1セーブ、 防御率3.02脱三振を記録した。2012年12月9日にマイケル・ヤングとのトレードでリサルベルト・ボニーヤと共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。2013年2月20日にレンジャーズと1年契約に合意。3月30日に参加の AAA 級ラウンドロックエクスプレスへ配属され、そのまま開幕を迎えた。五月二十日にデレクロウが不調で、 リーフとなったためメジャーへ昇格し、同日のオークランドアスレチックス戦に先発として、メジャー初登板を果たしたが、4.2回を7アンダー4、失点で敗戦投手となり、翌21日にトリプル A9 ラウンドロックへ降格した。6月9日に再昇格。その後は3試合に登板したが勝利に貢献することはできず、6月21日に、 再びトリプル a 級ラウンドロックへ降格した。7月1日にカイル・マクレランが不調でリーフとなったため再昇格し、リリーフとして3試合に登板。いずれの試合も無失点に抑え、7月10日のボルチモア・オリオールズ戦から先発に復帰したが、5.1回を9アンダ6失点と打ち込まれ、翌11日にトリプル a 級ラウンドロックへ降格した。この年は、 メジャーデビュー以来初めての一桁登板となる8試合の登板にとどまり1勝3敗、防御率5.46だった。2013年12月3日にマイケルチョイス、クリストファー・ボスティックとのトレードでクレーグ・ジェントリーと共にアスレチックスへ移籍した。2014年はスプリングトレーニング中のプレシーズンゲームで6試合に登板して0勝2敗。 防御率4.02と結果を残せず、3月23日に参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ配属され、そのまま開幕を迎えた。開幕直後の4月2日にダブルヘッダーで登録枠が拡大したため最小格し、同日のクリーブランド・インディアンス戦2試合目に先発として起用され、翌日にトリプル A 級サクラメントへ降格した。 9月29日に再昇格したが、登板機会はなく、結局この年は1試合の登板にとどまった。トリプル A 級サクラメントでは17試合に登板して4勝3敗、防御率5.79、60奪三振を記録した。オフの11月28日に、リーフとなった。2014年12月8日に、ウェーバー工事を経て、 ピッツバーグパイレーツへ移籍したが、12日にディーフとなった。12月15日に、韓国野球委員会のロッテジャイアンツと85万ドルの1年契約を結んだ。2015年は、チーム最多の13勝を記録し、韓国プロ野球リーグ最多の210回に登板した。2016年は10勝を記録したが、家庭の事情で同年限りで、ロッテジャイアンツを退団した。 2016年12月16日にパイレーツとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は開幕を参加の AAA 級インディアナポリス・インディアンスで迎え、5月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月24日に40人枠を外れる形で、 トリプル A 級インディアナポリスへ配属された。2017年7月13日、不審により退団したニック・アディトンの代役としてロッテジャイアンツに復帰し、同年は5勝を記録。2017年12月11日、韓国プロ野球のトサンベアーズと契約。2018年は15勝、防御率2.88を記録し、最優秀防御率の個人タイトルを受賞した。 2019年は、最多勝ち、最多奪三振、レギュラーシーズン MVP の個人タイトルを受賞した。シーズン終了後に自由契約となった。2019年12月16日に、ミルウォーキーブルワーズと3年契約を結んだ。2020年シーズンは2勝4敗、防御率5.16という成績を残した。2021年5月26日に、リーフとなり、 28日に参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属された。リリーフ時には平均91マイルパーアワーのフォーシームとツーシーム、88マイルパーアワーのカッターの3つが主要な球種。その他にはスライダー、チェンジアップ、カーブも投げる。ありがとうございます。